皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容はこちら。リアル男性よりも素敵。スーツが似合う男役。ということで、今日はですね、まあ、宝塚のね、男役って、本当にかっこよくて、本当に素敵でね、もうあの、 実際にはね、もうこんな男の人なんかいないよっていうような素敵な男役さんが多いんですけれども、まあそんなね、宝塚の男役さんの中で、皆さんね、いろいろな好みがあると思うんですよ。例えば、すごい可愛らしいタイプの男役さんが好きとか、男役さんならやっぱり軍服がいいとか、いろいろね、コスチュームものがいいとか、日本ものがいいとか、いろいろあるじゃないですか。で、そんな中で、今日は、 やっぱりね、男役といえば、スーツだと思うので、スーツが似合う男役さんを、もう勝手な、まあ、また今回もすみません、勝手な私の好みで <laughs> 選ばせていただいたので、それをね、シェアして皆さんと楽しんでいきたいなと思っています。さあ、それでは、スーツが似合う男役、行ってみましょう <laughs> ということで、今回はね、 もう各組5名ずつもうめちゃくちゃ悩みましためちゃくちゃ悩みましたけれども各組5名ずつ選んでみましたので順番に発表していきたいと思います。さあまずね、花組からですね。花組さん、まずはこの方。えっと、かずさんということで、あきらくんですね。いや、もうかっこいいですよ。それはもうかっこいいですよ。あきらくはね、やっぱりね、スーツがすごく似合うなと思っていて、なんか、 軍服とかコスチュームものよりも、花組さんって、まあ、明らくに限らずなんですけれども、花組さんってやっぱり全体的にね、スーツが似合う男役さんのイメージが強いんですよね。で、そんな中でも、やっぱりね、もう、上級生の男役として、あれだけね、芸を突き詰めていって、男らしさを突き詰めていって、やっぱりね、男役に、こう、対しての探求心というか、そういうのがね、すごく徹底してるなぁと思います。なので、 のアキラくんのスーツ姿は本当に抜群だと思うので、まず選びました。そして続いてこの方、かズみしょうさんですね。本当にこの方も、あの、なんて言うんですかね、スーツ姿のフォルムがすごく素敵というか、全体的な、 このバランスがものすごくいいんですよね。なんか肩幅とか、こうガッチリした感じとかもすごくよくって、スタイルもいいですし。やっぱね、こういう上級生のね、男役さんってスーツの着こなしが本当にお上手。もう本当に素敵です。そして、続いてこの方です。稲見みまさん。マイティですね。ま、たマイティもね、ほん 本当に男らしいというか、まあ、やっぱりダンサーなので、すごく筋肉もしっかりしていますし、結構キャシャなタイプではないので、スーツをね、すごく着こなせるんですよね。どうしてもね、キャシャなタイプの男役さんって色々とね、こう、スーツを着るために調整をするんですけれども、マイティはね、もう本当に、すごく自分のこう、体にぴったりと合ったスーツ選びも多分ね、ちゃんとされてるんだと思いますけれども、か舞台以外の ポートレートとかでもスーツ着ててもかっこいいですよね。なので、そういうとこすごいなと思います。あと、ハットのね、ハット使いが上手もう、抜群だと思います。はい。そして、やっぱりこの方もそうですね。ですかレイさんということで、まあね、レイちゃんも、本当に、なんて言うんですか、レイちゃんの場合は、こう、 スーツにもいろんな種類があるんですけれども <laughs> なんか、スタイリッシュな感じのスーツが似合う。細、割と細身のスーツが似合うタイプですよね。なんか、ちょっときっちりとなんかこう締めるとかじゃなくて、ちょっと緩ませた感じの、<laughs> そういうのが似合う感じだなとって私は思います。れいちゃん、すごく素敵ですよね。そしてもう一方。はい、この方。桃木せやさんということで、 ひとこちゃんも、やっぱね、ひとこちゃんもスタイルがいいんですよね。等身バランスがものすごくいいので、あの、スーツがものすごく似合うなと思っていて。ただ、ひとこちゃんに関しては、もうスーツだけじゃなくて、きっとコスチュームものもものすごく似合っていて、なんなら日本もの似合うので、<laughs> 彼女の等身バランスかなと思いますね。やっぱ舞台映えしますよね。でも、やっぱり男役で、まあね、まもなく10年ということで、本当にスーツが、 より似合うようになってきたなと思いました。ただ私は雪組時代の新人公園のケイレブハントのスーツ姿がもう抜群にかっこいいと思っていて、見たことない方ぜひ見ていただきたいんですけども、抜群にかっこいいので <laughs>、これからね、もっともっとスーツが似合う男役さんになっていかれるんだろうなと思って楽しみにしています。はい。さあ続いて月組ですね。月組、まずはこの方。はい。木上カランさんということで。 カランちゃんね、いいですよね。私はもう本当に彼女のお芝居も舞台も大好きで、あの、私が好きなタヌキ顔のあのスターさんということで、<laughs> 本当にあの好きなんですけれども、あの、スーツもね、やっぱりカランちゃん、あの可愛いお顔なんですけれども、スーツが結構似合うんですよね。で、こう、ハットをちょっとまぶかにかぶってスーツで踊ってたりするところが本当にかっこいいと思うので、カランちゃん、 皆さん注目してください、ぜひ。そして、続いてこの方、ホスキャンさんということで、もう、千夏さんは言わずもがなですね、もう。本当に、なんかスーツ姿のお芝居のイメージがあまりに強いですよね、なんか。なんか、なんか、イケおみたいな、池 <laughs> すごく素敵なおじ様みたいな役が、割と多いので、 それでなんかスーツのイメージがものすごくついてるんでしょうかね。私、ショーでのスーツのイメージっていうよりも、チナっちゃんに関しては、やっぱお芝居でのスーツのイメージなんですよね。で、毎回、もうこれ以上ないぐらい素晴らしい着こなしをされているので、本当にスーツが似合います。本当に素晴らしいです。はい。もう眼福です。はい。そして、続いてこの方。 玉城亮さんとということでね玉吉くんですけれどもまあねやっぱりさすがトップさんだけあってどんなお衣装も着こなされるんですけれども玉吉くんはやっぱりこう体格がね割とがっしりしていてあの女性的ではないんですよねやっぱり男らしい感じなのであのスーツ姿がものすごく自然自然っていうのもなんでしょうかね自然なんですよね。カンパニーーののね時ににスーツ着てらっっしゃったのもあまりに自然で なんか、違和感全くなかったですよね。なので、私は玉吉んに関しても、やっぱりね、芝居でのスーツのイメージなんですよね。小、小でというよりは、うんうん。なので、どれだけ自然に着こなしてるか、スーツが似合ってるかっていうことですよね。はい。さあ、そして、続いてはこの方。木月優馬さんということで、マユポンもう、マユポンも、 ね、男らしくて、がっちりしてて、スーツが似合ってて、もうかっこいいですよね、本当に。なんか、95期さんって、 まあ、マユポンも95期ですけれども、95期さんって割とこう中性的な男役さんとか、ビジュアルすごい綺麗で細身の男役さんとかも多いんですけれども、こういう骨太でしっかり男らしい男役さんっていう、こうポジションとして、マユポンとかヒーローとか、やっぱりすっごいかっこいいですよね。だからなんか、マユポンがスーツ姿で立ってるとやっぱ目が行きますし、かっこいいなって思いますから、ぜひ皆さん注目していただきたいと思います。そして、 もう一人最後はこの方レン・ツカサさんということで、レンコンちゃんですね。私、レンコンちゃんのスーツ姿がすごくスタイリッシュで素敵だなと思っていて、下級生なんですけれども、なんかスーツの着こなしが上手上手というか、まあ、上手っていう言い方はあれなんですけれども、なんか研究してるのかなって思います、いつも。なんか、もちろんスーツって、あの、男役さん衣装合わせの時にちゃんと合わせるんですけれども、 やっぱり下級生だと、まだどれが自分にぴったりと合っているスーツの、なんか、長さだったりとか、フィット感なのかっていうのがあんまりわからなくって、ちょっと大きめだったりとか、ちょっと小さくないっていうことがいるんですけれども、レンコンちゃんっていつも綺麗に着こなしてて、あ、そういうところはやっぱりこだわりがあるんじゃないかなと思ってね、スーツがすごく似合うなと、うん、思っているので、皆さんもぜひチェックしてください。 はい。では続いて雪組ですね。雪組、まずはやっぱりこの方野野水人さーんということで、ダイモンです。もうダイモンはね、本当に何でも似合うんですけれども、やっぱり、スーツとかタキシードとかの、やっぱね、着こなし、も本当着こなしなんですよ。で、あの、円熟した男の色気があるスーツの着こなし方もう、なんか、 スーツに着られているっていうので、スーツをちゃんと着こなしてるみたいな。もう自分としっかりフィットしてるっていう感じが、バタタイムさすがだなぁと思います。本当に。かっこいい。もう本当にかっこいい。あんな男の人なんかいないですよ、実際には。ね。皆さん。皆さん、本当に。だからすごく素敵だと思います。はい。そして、続いてこの方。綾木翔さんということで、翔くんもね、やっぱり素敵ですね。なんか、 翔くんも、やっぱり上級生の男役さんだけあって、長年きっと研究してきた自分にフィットするスーツの丈感とか、フィット感があって、で、なんか、どの動作をしても、綺麗に見えるんですよね、スーツ。スーツがなんか、着崩れないというか。そこはね、やっぱ素晴らしいなと思いますやっぱスーツにハットの翔くんはもう最強だと思います。本当にかっこいいので。 ねえ、もうその姿がもう次で見れなくなると思うと本当に寂しいんですけれども、最後の公演しっかりと見届けたいと思います。はい。さあ続いて、この方ですね。はい。あやかぜさきなさん。ということで、さきちゃんですね。まあ、さきちゃんも、あの、やっぱりスタイルがね、あれだけいいと、スーツを着てもで、ね、もほんとスーツのね、パンツの股下は何センチあるんだろうって思うぐらい、 めちゃくちゃかっこよく着こなしますよね、スーツをね。私もスーツ姿も好きですし、咲ちゃんのタキシード姿がものすごく好きで。いやー、かっこいい。本当に。なんかコス、私結構コスチュームものよりもさきちゃんはスーツ姿の方が好きなので、ね、トップになったらぜひそういうスーツでのお芝居とかもっと見てみたいなと思っています。はい。さあ、そして続いてはこの方です。 ヒラハレオさんということで、カリんかっこいいですね。本当に。なんか、タンゴとか踊るときの、あのスーツ姿とか、本当に、色気があって、男らしくって、もう、ほんと、妖艶、妖艶というかね、怪しげに男の色気があるからね、すごいんですよ、カリんって。本当に。なんか、 やっぱり私もカリ君に関しては、軍服とかそういうコスチュームものじゃなくて、絶対スーツだと思っているので、ね、かっこいい。もうカリ君も次で見えなくなってしまうので、もうなんか次の声は本当私は心が忙しいなと思いますけれども、しっかり見届けたいと思います。はい。さあ、そしてもう一人、この方ね、本当ストすごい素敵だと思います。加納ゆうりさんです、ね。本当にね、加納ゆうり君に関しては、 どこにいてももう目に飛び込んでくるぐらい私は素敵だなと思っていて、それはお芝居もそうですし、歌ったり踊ったりする時もそうなんですけれども、本当に男役というものを楽しんでいて、男役っていうものを追求している、 あの、動作だったりとか、役作りをいつもされていてで、そんな中でもスーツ姿の着こなしも本当に素敵で、これ、ね、絶対皆さんで、ね、ちょっとカノーユ君くん注目していただきたいので、私は紹介させていただきました。はい。<laughs> さあ、続いて、星組さんですね。まずはこの方です。はい。木崎レオさんということで。いやー、俺木崎くん、本当に。 男前ですよね。男前というかもう、なんか、池王子という言葉がやっぱりね <laughs>、すごいぴったりに当てはまってしまう。やっぱね、上級生ですね。さすがにね。もうなんか、一長一短の努力ではないというか、本当に培ってきた男役道というか、やっぱりね、あの、スーツ姿で踊ったり、お芝居をするのが自然ですよね。で、また、本当に、もう男にしか見え、本当になんか、男にしか見えないぐらい、 男役を追求されているので、私はね、俺、木崎くん大好きです。はい。<laughs> そして、続いてこの方です。愛月光さんということで、愛ちゃんですね。愛ちゃんはね、もう本当にこの間の例でも、つくづく思いましたけれども、スーツ姿が本当に似合う。もう、なんでこんなに似合うんだろうって思うぐらい似合うんですよね。で、なんか、このあたりが、 なんか男らしいというか <laughs>、すごくなんかスーツを着て、すっごいこう、たくましく見えるんですよね、アイちゃんって。アイちゃんって、なんかそんなにガッチリしてるっていうふうにいつも思わないんですけども、スーツを着るとすごくたくましく見えるんですよね。で、またアイちゃんのあの、例のね、なんかあの、スピリチュアルの場面もそうでしたけれども、スーツにハットのアイちゃんがもうほんと、 本当に素晴らしくってハットのあのかぶり方かぶる角度がこうパッて置いただけなのにもう絶対そこっていう位置に帽子がかぶれるっていうのはもう本当にね素晴らしいなのでスーツにハットの愛ちゃんは最強って皆さん覚えておいてくださいね <laughs> はいで続いてこの方ですねナナレイラさんということでいやーかなえちゃんも素晴らしいですなんか んと、かないちゃんって、私の中ではすごくあの、ニコイチな感じがしてて、ついで踊っているみたいな。でついで常に爆音、なんか、爆池の人たちが踊っているみたいな。<laughs> すごいイケメンなね、上級生が前で踊ってくれていると、まあね、後ろの下級生も感化されるのでいいですよね。でスーツの着こなしとかもやっぱりこういう上級生が、下級生にね、伝えていってくれるんだろうなと思って、いつも素敵だなと思って見ています。 もうね、本当に頼もしい、本当に星組の支える頼もしい上級生だなと思って期待しています、これからも。はい。さあ、そして、もうすみません、やっぱり出ちゃうんです、この方。で、誠さーんということで、<laughs> こっちゃんもね、あの、正直、こっちゃんがスーツが似合うようになったなって思うのは、私、ここに2年ぐらいだと思っていて、 それまではやっぱりこっちゃんって可愛い感じのイメージがまだ残っていたりとか、あと、案外こう、ギラギラ、こうしたような衣装が似合っていたりとか、やっぱりね、あの、今時の感じかなって思ってたんですけれども、ほんとここ2、3年で、まあ、やっぱり2番手さんになってからですかね。 あの、スーツとか黒エビがものすごく似合うようになったなって思ったんですよね。で、きっとそれは、まあ自分のせき、ね、置かれた立場の責任からもあると思うんですけれども、きっと自分に似合うスーツの着こなし方とかも分かってきたんじゃないかなと思うんですよね。なので、いやー、最近は本当にすっかりスーツが似合う男役さんになられたな、また素敵になったなと思っています。はい。 さあ <laughs>、そして星組最後は、この方。あやきひかりさん。赤さんですね。赤さんもね、だから、愛ちゃんと一緒なんですよ。なんか、決してガッチリしたタイプではないのに、スーツを着るとたくましく見える男役さん。だからそのスピリチュアルな場面も、あの、この間のね、例のスピリチュアルの場面もそうでしたけれども、わー赤さん、スーツ姿めちゃくちゃかっこいいなって思ったんですよね。なので、 まあね、きっと愛ちゃんにいろいろね、あの、アドバイスをいただいているっていうお話とかもあったので、そういうところでいろいろ教えてもらって研究してるんだなと思いました。はい、これからも期待しています。さあ、それでは最後、空組さんですね。空組さん。まずはこの方、小戸つ司さーんということです、すッシーさんです。もう、それはもう、それは、本当に、 あんなにスーツが似合う男役さんってって思うぐらいやっぱり似合ってらっしゃいますし、これはね、もうすっしーさんが長年研究してこられた、培ってこられた男役堂だと思うので、本当にいつも素敵です。で、いつまで経っても素敵です。本当に。もう、頑張ってください、これからも。はい。そして、次はこの方、若瀬鈴穂さんということでね、まあもちろんトップスターさんなのでね、何でも着こなすんですけれども。 ゆりかちゃんは本当に、ザ・スタイリッシュっていう言葉がね、ぴったりなんじゃないかなと思います。私はゆりかちゃんに関しては、やっぱりコスチュームものよりも絶対にスーツのお芝居が似合うと思っていて、あんなにスーツを着こなせる男役さんって、なんて素敵なんだろうってやっぱり思うじゃないですか。で、ゆりかちゃんに関しては、やっぱりゆりかちゃんのスタイルがあるので、なんて言うんでしょうね、唯一無二のスーツ姿。<laughs> いや、今まで紹介した人たちもみんな素敵なんですけれども、なんかゆりかちゃんのスーツ姿って割と特別感があって、本当になんか息をするようにスーツを着る人だなぁと思っています。<laughs> それぐらい自然で似合っていて、本当に素敵だなと思うので、もっともっとね、スーツ姿のゆりかちゃんのお芝居とかもまた見たいなと思います。はい。 そして、次はこの方、てりかとわさんということで、まあ、ね、ききちゃんに関しても、本当にゆりかちゃんと同じでめちゃくちゃスタイリッシュだと思うんですよ。で、やっぱり、あの、コスチュームもののお芝居とか、日本物の,のお芝居も素敵なんですけれども、それよりも、もっとやっぱり現代的なスタイリッシュなお芝居が似合う人だなと思っていて。だからね、オーシャンズイレブンはもう本当にね、 あの、キキちゃんとユリカちゃんの並びだけでももう眼福でしたよね。本当に目が幸せ <laughs> 思ったぐらいなので。いや、本当にスーツがね、すごく似合う男役さんだなと思っています。まあ、ショーとかでね、スーツ着ててもめちゃくちゃかっこいいですしね。本当に、なんか仕草がかっこいいんですよ、キキちゃんって。かそこからなんかね、目が離せなくなってしまうというか、注目してしまいますね。はい。さあ、そして次はこの方です。 ミッキーハルカさんということで、この方ね、本当にスーツが似合うなと思って、私はずっと注目していて、あの、お芝居とかでもね、よくスーツを着る機会があったりとか、ショーでスーツを着る機会がね、多いと思うんですけれども、やっぱりね、スタイルが良くてね、スーツの着こなし方が綺麗でめちゃくちゃ目立つんですよね。だから、皆さん、技術だけじゃなくって、衣装の着こなしってものすごく大事だと思います。これって、 やっぱり今日ね、あげた方々皆さん割と上級生が多いんですけれども、やっぱりね、研究して、努力をして、衣装も着こなすものだと思うので、もう三月はるかさん、本当にね、スーツが似合っていて、本当に素敵なので皆さん注目してみてください。本当に。はい。そして、空組最後はね、この方です。高戸千秋さんということで、いや、ゴッティはね、下級生とはまあ思えない風格がありますからね。 もう本当に、コッティと、あの、雪組のあがたせんか、あがちんと、月組の風間ゆうのくん。もうこの3人に関しては、剣いくつですかっていうぐらいに、もう本当に風格があって落ち着いていて、やっぱりね、コッティはね、神々の土地の新人公園でゆりかちゃんの親子をやった時のあのスーツ姿ですよね。下級生なのにこんなにスーツが似合って、こんなに着こなせるんだと思ったのが、本当にびっくりで、 いやー、スコッティ、本当に素敵だと思います。私も、もね、すごく応援していて、あのー、すごくいいものを持ってる男役さんだなと思っているので、これからも注目していきたいと思います。はい。さあ、そしてもうね、あのー、5組紹介してきましたけれども、やっぱりこの方はね、紹介せずにいられないでしょう。はい。天下の轟優さんです。もう、本当に、いさんはね、 スーツが本当にお似合いで、もうお似合いというよりは、一さんもう本当に知らない方が、宝塚知らない方が、あの、一さんをご覧になって映像で、あ、この方、宝塚って男、男の方がいるのって <laughs> おっしゃったぐらい、外旋門のね、スーツ姿の一さんをご覧になって、そういった方もいらっしゃったぐらい、本当に素敵で、もう、ザ、男役、もう男役の鏡。 レジェンドっていう方なので紹介させていただきました。はい。ということで今日はね皆さんにスーツが似合う男役ご紹介してきましたけれどもいかがでしたでしょうかぜひ皆さんのね、あの、私ならこの人が似合うと思うっていうね、コメントとかもあったらぜひコメント欄に教えてください。さあ、この動画が面白かった役に立ったと思っていただけた方はぜひグッドボタン押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。 ということで今日の動画はここまでとなります皆さん最後までご覧いただいてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ